今年度中国四国酪農大学校で卒業を迎えたのは第53期生25人です。式では山田義和校長が卒業生一人一人に卒業証書を手渡しました。昭和40年に創立した中国四国酪農大学校は全国でも珍しい酪農の専門教育機関で、2年間の教育の中で牛の家畜体内受精卵移植士や作定士の免許などを取得することができます。卒業証書授与の後、山田義和校長が、目標を持ち目標を達成することで自信につながります、自分に悔いのない一日を過ごし自分が納得した人生を歩んでくださいと祝辞を送り、続いて伊藤敦也理事長が、自信を持って粘り強く課題に取り組み、それぞれの夢の実現に向けて前進してくださいと訓示を述べました。そして在校生を代表して細野千綱さんが卒業生に感謝の気持ちを送りました。そんな先輩方と寮や非常実習で生活を共にし、ご指導いただくうちに、自分自身の内面も明るくなり、酪農に対する思いも増し、1年間という短い間にもかかわらず、多くのことを学ぶことができました。心から感謝しています。一足先に社会に出ていかれる先輩方ですが、持ち前の愛嬌を添えて、本校で身につけた力を十分に発揮し、酪農や畜産の社会を引っ張っていってください。それを受け、卒業生を代表して宮崎志保さんが保護者や教員、同級生、在校生に宛てて次のように言葉を送りました。酪農大学校での2年間、53期生の仲間とは家族以上の時間を共に過ごしてきました。楽しかったこと、嬉しかったこと、辛かったこと、どの記憶の中にも仲間の存在があります。いってらっしゃい、お疲れ様、頑張って。何気ない会話ではありますが、家族のように優しく言葉をかけてくれる仲間にたくさん支えてもらいました。ありがとう。いや、まあ卒業できてめっちゃ楽しいんで、まあ職場行ったら頑張ろうと思います。酪農の仕事で、なんだろう、貢献できるように頑張りたいです。そうですね、とりあえずは僕1年目なので、牧場の人に迷惑かけないよう頑張ります。中国四国酪農大学校では、この日の卒業生を含めて1380人の学生を輩出しています。卒業後は学校で身につけた確かな技術と知識を生かして、牧場や酪農の後継者として自営するなど、全国各地で活躍します。